聞いたか、総一が大人の草野球チームの代打でホームラン打ったんだってさ。あのさ、総一くんが昨日横断歩道でよそのおばあちゃんを助けたそうよ。わー、大変大変、すごいニュース。何よ、どうしたのよ。聞いて驚かないでよ。総一くんってさ、スモックスの香川健太郎のいとこらしいわよ。ふーん、サインね。もったいぶらないでよ。そうよそうよ、いとこのよしみでもらってきてよ。まいったな、もう。なんでバレちゃったんだろう。健太郎のことは秘密にしておいたのに。まあしょうがないな。わかったよ。え、みんなにサインをもらってきてやろう。あー、そいつくん大好き。とんばらー。ふん、何がそいつくん大好きだ。急に態度変えやがって。くす、いいこと考えた。サインを1枚しかもらえなかったことにして、奴らに血みどろの奪い合いをさせるというのはどうだろう。くす。